はい、どうも皆さん、こんにちは。是非ひこです。それでは今回なんですけども、D ポイントに交換して15%増量キャンペーン開始、貯めたポイントを交換してお得に、実際の交換方法なども解説ということで、今回は D ポイントに関する情報ですね。この動画では、これまで貯めたポイント、あとはポイントサイトで貯めたポイントをお得に D ポイントに交換する方法について解説しますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回はこちらのキャンペーンですね。ポイント交換で D ポイント15%増量キャンペーンということですね。まあ、今回この増量キャンペーンということで、一体どういうことなのかっていうことで、まずそれを先にお伝えしたいと思うんですけども、例えばですね、こちらのキャンペーンの対象の A 社のポイント、例えば1000ポイント持ったとします。まあ、ポイントサイトであったりとか、まあ、他のいろんなポイント、まあ、対象のポイントがあるんですけども、その1000ポイントを、このキャンペーンの期間中に D ポイントに交換します。 そうすると、1000ポイントにプラスアルファで15%増量されて D ポイントをもらうことができるということになります。なので、1000ポイントを交換したら、1150ポイント分が D ポイントとしてもらうことができるということですね。まあ、もらうことというよりかは、交換することができるということになります。で、早速ですね、このキャンペーンの中に入っていこうと思うんですけども、まずこのキャンペーンに参加するためには必ずエントリーが必要になってますので、先にエントリーを行ってください。 で、このエントリー期間というのはしっかりと決まっておりまして、この動画をアップする11月の6日金曜日から2021年の1月の6日水曜日までがエントリー期間となってまして、キャンペーンの期間も同様に11月の6日からスタートで2021年の1月の6日水曜日までがキャンペーンの期間となっております。まあ、結構長めのキャンペーンですね。 で、このキャンペーンページにもね、先ほどお伝えしたことと似てることが記載してるんですけども、念のため確認ですね。このように、期間中、キャンペーン対象企業のポイントを D ポイントに交換すると、交換したポイントがなんと15%の増量チャンスということですね。で、こちらにも例が出ております。例えば、キャンペーン対象企業の5000ポイントとして、で、それを D ポイントに交換すると。そうすると15%分の750ポイントがプラスアルファされるということですね。 でこのキャンペーンに参加するための参加条件なんですけども、めちゃくちゃ簡単です。まず条件その1なんですけども、D ポイントカードの利用情報登録をしている方ということなんですけども、これはね、結構もう僕のチャンネル見てくださっている方であれば、もう結構 D ポイントカード持っている方が多いので、これはもうクリアしている方が多いのかなと思います。そして、あとはこのキャンペーンのサイト内でエントリーを行えば、これで参加条件はクリアとなります。あとはポイントを交換するだけですね。で、残りの細かいところなんですけども、サクッとお伝えします。 まずは先ほどお伝えしたようにキャンペーンに参加するためにはエントリーが必須となります。付与されるポイントなんですけども、D ポイントの期間用途限定が付与されます。付与時期に関しましては2021年の2月末頃ということですので、まあ結構早い段階で参加してたら、また忘れた頃にポイントが付与されるのかなという感じですかね。で、この付与されたポイントの有効期限なんですけども、約3ヶ月、付与日から3ヶ月となります。 で、その付与されたポイントの利用方法として、まあこれはね、ちょくちょく動画でもお伝えしてるんですけども、例えば D 払いでポイント払いをするときに使うことであったりとか、あとはローソンのお試し機会券とかでも使えば、まあ結構ね、このポイントお得に使えるのかなという感じになります。そして気になるですね、キャンペーン対象の企業ということなんですけども、結構ですね、今出てるように日付によっていつぐらいから交換できるのかっていうのがですね、バラバラになっております。 で早速見ていこうと思うんですけども、まずは11月の6日からスタートですね。まあ、例えばポイントサイトの雨降りであったりとか、あとは過去の動画でも上げたことあるんですけども、コードっていうレシートアプリがあるんですけども、そのポイントを D ポイントに交換して、このキャンペーンにも参加することができます。これいいですよね。 で、次に、チョビリッチですね。こちらも少しの前の動画でもね、紹介したことがあるポイントサイトですね。ちなみに、このチョビリッチの下にも書いてるんですけども、2020年の12月25日までっていう風に、まあ、それぞれのその企業さんのところで、期限というのが全然違うので、これは必ずチェックしておいてください。 で、続きまして他のポイントサイトで、まあ、ここに PEX って出てるんですけども、これはあの EC ナビっていうポイントサイト、まあ、こちらもね、過去の動画でも紹介したことがあるんですけども、この EC ナビで貯まったポイントを PEX に交換することができます。で、その PEX から D ポイントに交換することで、この D ポイントの増量キャンペーンに参加することができます。そしてこちらのモッピーですね。こちらも今回のキャンペーンの対象となります。 で、ちょっとこの中には入ってないんですけども、このポイントサイトを笑うっていうのがですね、こちらも結構僕の動画で紹介したことあるんですけども、今現在だと D ポイントに交換しても増量キャンペーンには含まれてないので、 このキャンペーンの対象外にはなるんですけども、例えばですね、笑うからドットマネーとかペックスに交換することができます。で、そのドットマネーからペックスを使って、そこから D ポイントに交換することで、このキャンペーンに参加することができます。なので、ちょくちょくね、僕も動画でお伝えしている GoToEat とかでポイントサイトを使って、もしくはこの笑うを使って貯めたポイント、これを、 まあ D ポイントの増量キャンペーンに参加することで、まあ、結構チャンスがあるなっていうふうにも思います。まあ、使い方は人それぞれなので結構いろんな交換方法を考えてみるのも面白いかなと思いますね。で、他のところもさらさらと見てみましょう。10月10日から13日までこんな感じとなってます。で、11月15日はこんな感じですね。 で、11月16日はこんな感じです。まあ、よく見るポイントだと、オリコポイントとか、あと SNBC の三井住友カードのポイントもこれに入りますね。まあ、ちょっと開始日は11月16日なので気をつけてください。で、他にも11月17日からであれば、まあ、ちょっとここカミングスーンでなってるので、まあ、何が出てくるかっていうのはちょっとわかんないんですけども、 去年ね、この増量キャンペーンに参加された方であれば、例えばその G ポイントだったりとか、先ほどのポイントサイト笑うも増量キャンペーンに含まれてたので、まあ、そこらあたりが入ってきたら個人的にはちょっと嬉しいかなっていうふうに思います。あとは11月19日からイオンのポイントであったりとか、あと11月25日と11月30日はこんな感じですね。三菱 UFJ のポイントとかも、ここらあたりぐらいから交換することができます。で、12月の1日からなんですけども、セゾンカードのポイントであったりとか、あとマツキヨのポイントもこのキャンペーンの対象となっております。 まあ、ざっと一覧を紹介したんですけども、先ほどお伝えしたこのポイントサイトのモッピーがですね、今独自のキャンペーンを開催中でございまして、これがまあお得なんですよね。まあ、どんなキャンペーンかというと、今こちらに出てる通りですね、D ポイント増量キャンペーン18%交換増量中ということですね、今年も来たって出てるんですけども、今左上にも出てる通り、 普通に交換したら15%増量なんですけども、モッピーから D ポイントに交換することで、プラス3%が加わるということになります。これめっちゃお得ですよね。で、一応例も出てますね。対象期間にモッピーから D ポイントに交換完了された方を対象に、交換ポイント数の18%を追加で付与ということになってます。 例えば、ポイントサイトのモッピーで1000ポイントを貯めると、そこから D ポイントに交換することによって、プラス18%されるので、実質 D ポイントが1180ポイントを付与されるということになります。で、ちょっとですね、ここにしっかりと注意書きが書いてるんですけども、一部抜粋してみました。まず15、15%と3%の増量ポイントは、別々の付与となるということですね。なので、一気に18%分が付与されるっていうわけではないので、気をつけてください。 一応3%増量分に関しては2021年の2月10日頃に入ってきます。そして15%に関しては2021年の2月末頃ということですので、まあ、2月あたりにどんどんという風に入ってくるというイメージでいいと思います。 で、早速ですね、実際に交換するときどんな風に交換するのかということで、実際に僕のモッピーの画面から見ていただきたいと思うんですけども、まずはモッピーのトップページを開きます。で、ここの3本線ですね、右上の3本線をタップしていただくと、ここにポイント交換という項目がありますので、ここをタップしてください。そうするとポイント交換の画面が一覧で出てくるので、画面を下に下がっていただきます。 そしたら、ここにですね、D ポイントと出てきますので、まあ今お伝えしたように18%増量中2021年の1月6日までってバッチリ出てますね。これが確認できましたら、ここの交換するというところをタップしてください。で、そうすると D ポイントの交換画面に切り替わりますので、画面を下に下がっていただくと、ここに D アカウントでログインというところがあるので、ここをタップします。で、うまくログインができましたら次に秘密の答えを入力する画面があるので、ここをタップしてください。そして秘密の質問の答えを入力して画面を進むと、 ポイント交換の画面に切り替わります。で、ここの空欄の交換ポイントのところで、ご自身が交換したいポイントを入力します。まあ僕の場合ちょっと試しにですね、1000ポイント交換してみたいなと思いましたので、まあ1000円分ですね、ここに1000というふうに入力して、入力内容の確認画面へというところをタップします。で、しっかりと1000ポイントから1000円分の D ポイントに交換しますよということが確認できましたら、この内容で申請するというところをタップしてください。 そしたらですね、メールが送信されましたという風に出ます。今ここで交換が完了してるわけではないので、ここは気をつけてください。で、モピで登録してるメールアドレス宛てに、こんな風なメールが届きます。キャッシュバック申請確認ということで出てくるので、それが確認できましたら、ここの URL をタップします。 そしてタップしたら画面が切り替わりまして、ポイント交換完了のお知らせと出てきますね。ちゃんと説明文も D ポイントの交換完了しました。交換詳細につきましては、交換先 D ポイントよりご確認くださいと出ましたので、先ほどあった43,923ポイントが42,923ポイントに切り替わってますね。で、早速にですね、D ポイントの履歴をちょっと確認したいところなんですけども、ここ見ていただきたいんですが、ポイント以降、カッモッピーポイントという風に出てます。 この D ポイントに関しては、交換した1000ポイントに関しては、すぐに即時反映されますので、ここはちょっと嬉しいですよね。で、もちろんですね、この交換した分に関しては、1000ポイントは D ポイント、通常の D ポイントとして交換がされてます。で、残りの3%の増量分と15%の増量分に関しては、それぞれの別々の日付で付与されるので、気をつけてください。で、付与されるポイントは、先ほどもお伝えしたように、D ポイントの期間用途限定が増量分は付与されます。 ま、念のためちょっと気をつけてほしいというところと、ま、おすすめする使い方なんですけども、二つお伝えします。まあ、気をつけてほしいところで、各対象企業の交換期日の確認ということですね。先ほどもちょっとお伝えしたように、各そのポイントサイトとか、企業さんによっては、交換がスタートする日付っていうのは結構バラバラなんですよね。なので、それを前もって事前に確認した上で、D ポイントの交換に挑んでください。あと、締め切りも気をつけてください。 そして、おすすめする、ま、交換方法ということなんですけども、まあ、僕のチャンネルをね、よく見てくださっている方であれば、もう、ある程度イメージができると思うんですけども、g o t o e a t を利用する際に、ポイントサイト経由で貯めるということですね。まあ、動画で紹介しているのは、笑うであったりとか、EC ナビであったりとか、ちょびリッチとか。 そして今回のモピーを使ってもいいと思います。そこから増量キャンペーン期間中に D ポイントに交換することで15%が上乗せされて付与されるということになります。これ結構お得だと思いますので、まあ作戦に関してはね、結構人それぞれ変わってくるのかなというふうにも思いますね。 まあそんなこんなで今回はポイント交換で D ポイント15%増量キャンペーンについてお伝えさせていただきました。このキャンペーン自体僕も去年初めて参加して今年もこれが開催されるという感じだったんですよね。しかも去年は20%増量だったんですよ。で、その前が25%とかだったんで若干ちょっと下がってきつつはあるんですけどもなんちゃかんちゃ15%は15%でもめちゃくちゃお得だなというふうにも思います。しかも貯めてるポイントがじ ただ交換するだけで増えちゃうという感じなので、使い方によってはめちゃくちゃお得になるのかなというふうにも思います。まあ期間用途限定なので、期限は限られてますけども、D 払いとかですぐ消化もできるので、まあ使い方によっては消化も結構サクッとできるのかなというふうにも思います。で、先ほどお伝えした GoToEat を使ってポイントサイト経由での貯め方の動画、まあ過去の動画にはなるんですけども、そちらの動画見られたい方は概要欄にリンクを貼っております。 そして、ポイントサイトのモッピーの登録がまだの方いらっしゃいましたら、こちらも概要欄にリンク貼っておりますので、詳細気になる方はぜひこちらもチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。